ひき肉をやや強め、強火で炒めています。そこに、一味ですね、赤唐辛子をバサッと入れてます。大さじ1杯分ぐらい入れました。で、よく火が通って若干焦げ目がついたぐらいの時に、トマトケチャップを入れて完成ですね。ソース単純です。では、ケチャップ入れてみます。味や香りが焦げちゃうと飛ぶので、もう火止めます。で、あとはこのまま余熱で炒めます。で、ひき肉にケチャップの味と風味をしっかりと入れてあげて、ちょっと寝かしておきます。で、スパゲッティが茹だったらこれと混ぜ合わせて、で、さらに追いケチャップですね、たっぷりケチャップを混ぜてあげて完成です。玉ねぎを入れた方が美味しいんですが、今日はちょっと、トマトケチャップの味を確認したかったものですから、余分なものは入れずにこれだけでいきます。調味料も他は使いません。はい、こんな感じですね。